ブグメンバーの顔が書かれた壁画アルスターギ遊軍はアイルランド在住のプロテスタント系のユニオニストによって構成されたウ右派民兵組織。および北アイルランド問題。アルスターギ遊軍という名義が初めて使われたのはイギリス統治下のアイルランドである。カトリックを信仰する現地市民たちの独立意識の高まりにより自治法案が審議され現在の北アイルランドとなる6州で アルスター統一党が誕生し17歳から65歳、10万人もの義勇軍を編成。これを受けて、リパブリカン側も後にアイルランド共和軍となるアイルランド義勇軍を結成、後のイースター放棄につながる対立が始まった。アイルランド独立戦争にてアイルランドが独立を果たし、プロテスタント人口が多いという理由でイギリス統治が続いた北アイルランドはその後も、 カトリック系市民を中心としたリパブリカンの人々による解放運動が続行していた。そんな中で、ユニオニストの人々の愛、部府は、IRA とは無関係のものを含めたリパブリカンを標的として、消火器や爆発物を使ったテロ行為を行った。また、北、アイルランドでのユニオニスト最大勢力であるアルスター防衛同盟とは2000年代に7人の死者を出す。 抗争事件を起こしたこともある。北、アイルランドにおける部府は、旅団参謀と呼ばれる指導部の指揮下のもと、複数の小さな組織という単位で行動している。当初20人程度と極めて小規模だったものの1972年の時点で闘争が深刻化してからは1000人から1500人ほどの構成員を抱えるようになったと言われている。部府は、イギリス本国の他に、カナダ、 イスラエル、南アフリカから武器を入手しており、80年代には、チェコスロバキア製の VZ58 自動小銃200丁、ブローニングハイパワー拳銃90丁、RGD-5 手榴弾500発、RPG-7 ロケットランチャー12丁、弾薬3万発、RPG-7 用、弾頭150発を調達したと言われている。部は、ウダと、同様、 最も多く殺害したのは、非武装の民間人であり、総人数は414人であった。その他、IRA など、立派ブリカン活動家は21人殺害。ウーダなど、他のユニオニスト活動家は44人殺害。6人の英国治安部隊を殺害している。また反対に、66人の部府構成員が、紛争によって殺害されている。 2007年に武装解除を行い活動を休止したが、現在でもユニオニスト系の市民に影響力があると思われる。2012年12月、ベリファスト市長者での英国規形用の制限を同志議会が決定したとき、反対するユニオニスト系市民らによる抗議デモが暴動に発展した際、ブフとウダの幹部たちが関わったとみられている。ありがとうございます。